じゃあ挨拶から。はい、どうも、こんにちは。底辺の王と書いて、帝王と読む新帝王です。この時間は平日の昼の部ということで、プレイステーション3版の、トトリのアトリエアーランドの錬金術師2の、はい、初見攻略プレイやってます。はい。題して生産性のない底辺が党をとりあえず遊ぶ配信の今日その後で、はい、お送りします。大体どうでしたっけ前回なんかね。アトリエシリーズは誰が好き？いや、これが初めてですから、本当に。うん、ね、これが本当にアトリエシリーズ最初で今やってるんで、うん、他のキャラとか知らないんですね、申し訳ない。ということでやっていきましょう。一応2年目3月まで来てますね。冒険者レベル12、錬金術レベル12。アクシズカイヤー高い。4個目さえなしまして3000円ぐらいだったら買ってもいいんですけど、ね、ちょっと高値の花というか手が出ない。ということで、アクシズ高すぎなんだよ。ブは、ねえ、高い。本当何よね、そこまで価値あるゲームかってね。どうせ多分ね、やったらやったでクソゲーとか言いそうですしね。お互いのためにやらない方が多分いいんでしょう。欲しいもんから買ってくれればね、ちゃんとね、いくらでも、ね、納得いくまでやるかもしれませんが。今どんな感じ？どんな感じなんでしょう。まだ2年目ってとこですが。これ具体的に何をどうこうっていうのはね、あんまりわかんないから。アンケートはどうなる？アンケートはね、なかったことに。ね、高いもんね、ちょっと無理でしょ。18日でこれ受けて帰ってあれしなきゃ。やっぱりなんか受けられるのある。ハサミ飛び牛一体。無期限か、無期限なら受けとく。それじゃ。こいつはちょっと、こいつもサラマンドだよ。一体受けるそれじゃ。あとこれなんだっけ、これ見たことないですね。緑くんにはまあ、としても。5月8日、5月24日。この程度。それじゃ。仕事。なんか、討伐の依頼が多いですね。何がトロマンですか。で、昨日じゃないけど、前回ね、確かなんか依頼ね、依頼であの剣士が来たけど、どこにいるんですかね。この村いない？このおっさん違うでしょ。気のせいがね、仕事の数がだんだんと減っているような気のせい。それじゃあ、どこに行こうか。どこ行こうか。帝王、スキップできる？はい、スキップ、そりゃ、スキップぐらいできるでしょ。むしろできない人いるんですか？僕ができるってね。まあ、ただ今ちょっとね、今の体重でやったらちょっと膝が、ね、本当にどうなっちゃうかわかりませんが。出てきた！膝折れる？ねえ、かもしれないし。せいちゃん玉見せて。何の玉ですか？はい、11組さんいらっしゃいます、こんにちは。結構強くなってますね。何やっていい？全然勝負になんなかったわね。本当。かなり強くなってますね。あれ、ペンギンってどこだっけ？ペンギン倒しに来たんですが。犯罪者帝王。どういうことですか？走り方イラつかない？いや別に。さーて、いっちょやりますか。はっ。えい。それ。えっち。何が。全然勝負にならなかったわね。
結構あれだ。声が別撮りって感じしない？え？声が別撮りってどういう意味？キャラごとにってこと？さあ知らないけど、あんまりそういうのは僕多分気にしないんだよね。それじゃあどこに行くか。どこでしたっけ？もう、ペンギンいるのどこでしたっけ？ここか。いやー、期限間に合わねえ。これ結構時間食うの、本当にダメだ。全然だ。何が録音ですか？僕の声がってこと？さあ、あんまり言われたことないし、ね。コロナなんとかして。もう無理でしょ。一瞬で終わらせてあげるわ。帝王、動画にアテレコしてるの？アテレコしてどうすんですか？てか、なんでね、動画にアテレコするなんて、くすめんどくさいでしょ。二度手間でしょね、動画ね、作ってね。それをさらに後でね、生でアテレコって。そんだったらね、普通にゲーム配信やった方が、よっぽど楽じゃないですか。僕の感覚がなんか普通の人と違ってんですかね。ロリロリロリラ。こんなものかしらね。と思うんですが、違うのかね。コロナビールまで風評被害受けてるんだけど、世の中って馬鹿だよね。わいら定員は一家6人で6畳一間だから、一人でもコロナなかかったらおしまい全滅よ。そりゃそうでしょうね。あ、23個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。ねえ、もちろん誰かがね、感染して家に帰れば当然アウトですけど。この程度。パロマも被害受けてるって。この程度。パロマ、パロマ、本当なの？コロナがね、被害受けるっていうのはわかるんですが、パロマ関係ないじゃん。それこそ本当になんか風評被害とかもたまたまパロマの業績下がってるだけなんじゃない？何でもありなんですかね、よくわからん。あら、これってチャンスじゃない？内装業は部品来ないから壊滅状態。ね、やっぱり流通ね、多分ね、そういう工場だってね、中国依存のところはね、止まるでしょうし、ね、被害甚大でしょうね、これから絶対。もうみんなおしまいよ、ただ店員から先に読むのよね。そうですね、潰れてる店を行って。そりゃそうでしょうね。どうしよう、もう切りすぎちゃった。業務が潰れたら泣く？業務はどうどう、なんで業務スーパー潰れんでしょ、さすがに。と思うんですが。これもうダメね。期限過ぎちゃった。ちょっと結構時間っていうか日数過ぎますね。ねえ、意外と最初1ヶ月半って、ねえ、ちょれーと思ったんですが。ねえ、まあ、なるようにしかならんでしょ。僕は体重自体だよね。練習相手にもならなかったわね。ダブルスタジオ終わって、これどうすりゃいいんでしょうね。本当にひたすらクエストっていうか、依頼こなすのを優先すればいいんですかね。またイベント、本当多いですね、イベント。コロナにかかれば体重痩せるよ。
いや、焦っても死んだら元も子もないでしょ。いつも夕飯時にお邪魔してしまって。もう気にしないでってば。たくさんの人に食べてもらった方が作りがいあるんだから。それでこの後はどうするの？あ、そろそろ宿に戻ります。明日も早いですから。泊まっていけばいいのに。ミミちゃんベッド使っていいから。帰るたら帰るの。それじゃあ失礼します。またいつでも遊びに来てね。わこつ、どう？はい、慣れてきた？いやー、慣れてんのかもわかんないですね。グレさんいらっしゃいませ、こんにちは。だからね、うまいことね、依頼をローテーションしてあれすればいいってことなのか。はあ、ダメね。なんで羨ましいとか思っちゃうのかしら。羨ましいってお姉ちゃんが？そうね、それもあるけど、あの雰囲気っていうか。うわあ、なんでいいのよあんたが。乗りツッコミ。せっかくだし宿まで送ってこうかなって。帝王、使う金できるなら何を使う金したい？それよりあんた、なんでしょうね。今聞いてたのよね。金？金？やっぱり。うん、実は私もお姉ちゃんが羨ましいんだ。美人だし優しいし、村のみんなから好かれてて。それで、あ、そういう意味で撮ってくれたか。そうだ、ミミちゃんには兄弟とかいないの？家族のこととか全然聞いたことなかったし。言いたくない。なんで？教えてくれるくらいいいと思うんだけど。ダメ？うるさいわね。これって何作目なの？さあ、わかんない。何作目なんですか？あんたも母親いなかったのよね。ね、結構このシリーズもね、数が出てるみたいですが。なんでもない。見送りとかいらないから、あんたもとっとと帰りなさい。じゃあね。あんたもって言ったよね。それじゃあミミちゃんも悪いこと聞いちゃったかな。はい。これか。来たよ、おやつは。この間頼んだ依頼だ。三十九個目さんいらっしゃいませ。チョコレート食べました。引き受け。タール。はい。ヤフードとCO.JPさんいらっしゃいませ。タールってもいいんですね。これくらい。あれ4体か。どの依頼？あれ達成してないじゃん。4210240。これ達成か。すごいな。それと。何これ。土かぶり。よし。さっきスーパー見てきたけど、買いだめ関係なく平和だった。そうですか。平和って何？物は全然。いや、仕事が、ね、僕もほら、最近は親父に褒めてもらえてる。いらっしゃい。行ったんですが。仕事を受けに来たのか。親父に何を褒めてくれるんですか。仕事が、いらっしゃ、土かぶり4個あるかな。この程度。たくさんあったトイペはなかったけど。トイペ？そりゃそうですよね。ニアオプニオルフ。この手。それじゃ。オルフってどこにいたけども、この手。それじゃ。
うちの会社も時差通勤始まったけど、うん、他も時差やってて結局満員電車でした。マジですか？トイペ騒動が収まるまでにうちのトイペ間に合うかな。大丈夫ですか？そんなあれなんですか？ねえ、じゃあうちのトイレねえ1ロール1000円で売ってあげますよ。よかったらね、利用して。帝王は諭吉で吹いてるの？なんでですか？ははーと言われても。それじゃあ正体表したね。何が正体ですか？私も今日スーパーに行ったけど、うん、マスク以外は品切れなかったかな。それは良かったですね。帝王が黒幕なの？何言ってますか？行くわよ、受けてみなさい。うちが売ってあげるシコレインでいいよ、24ロール。そう。24ロールで20、え ?400 円。くそ安くない？はい、52個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。いや、加入してないですね。はい。ね、安いですよね。うん、ね、すごい。ね、かなりお安い。さーて、一丁やりますか。行くわよ、受けてみなさい。それシコロールね。えふふふ、税抜きで24ロール398円で売ってるのさ。え、何、はい、税抜き26、いや一瞬で終わらせてあげるわ。これくそ安いですね。すごいですね、24ロールは。うん。ねえ、すごいお得な。どうしよう、そうはさせないわ。道なりにでも住んでるの？余裕余裕。ね、分かんないけど。それ、はっ、スルハとかで売ってない？スルハ、この程度。スルハって聞いたこと、ドラッグストアでしたっけ？エロゲはふと聞いてやってきました。これはエロゲじゃないと思うんですが、じゃあ東北ギャルゲかもしれません。東北で、へー。はい、59個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。あら、これってチャンスじゃない？帝王の企画だとドラッグストアは何あるの？ドラッグストア、いや普通にね、医薬品とかね、うん、食料品とか。ドラッグストアって大体変わんないんじゃないですか？セイムスある？セイムス何ですかそれ？セイムスって何、知らない。赤壁？赤壁？ちょっとわかんないですね。アガペイ？アガペ、知らない。杉山どういうこと？松清はあるにあるけど、ちょっと遠いですね。東北だとツルハとかサンドラッグとか、ごなんだろう。そうなんだ。サンドラッグはありますよ。サンドラッグはうちのとこでもある。パパスは減ってる？パパスはドラケ5のお父さんでしょ。それじゃあ、どこに行こうか。どうしようか、行っちゃっていいかな。おぉ、敵はいない。河内は東北限定？わかんない。河内聞いたことないですね。何日か見てなかったけど、冒険者ランク順調に上がってるかな。わかんないです。もう眠いの。冒険者ランクって今どうでしょう。俺、冒険者ランク上がってるかどうかですね。アイアン、ね、125ポイント眠い。やっぱり今日午前中買い物行ったから久しぶりに疲れちゃってんでしょうね。それじゃあど
年ぶり。一週間ぶりですよ。もうランクアップできるみたいだから、アーランド行くといいよ。一回アーランドに報告したんですが、それとまたもう一回できるってこと、また行きます、ね。行くわよー。せーの、うりゃー。行くわよ。受けてみなさい。ランクもっと上がるし、上がると行ける場所もっと増えるよ。この程度。あんまり行ける場所増えてもね。どうやればいいのか。全然勝負にならなかったわね。なんだこれ、毒ヘビの毒。買い物行くだけで疲れるなんて、霊感が強いんですね。違います。作業は好きなの？さあ、今は仲直りできたの？姉妹、うん、仲直りも得にしたでしょう。テイちゃんもリスナーをランク分けしてます。何言ってるんですか。いきなりステーキみたいに、こにゃつぶれちゃうよ。ある程度ランク上げておかないとストーリー進まなかったりも。よし。まあそれはあれですから。これボスとかいるの？わかんないです。ボスどうなんでしょうね。なんかあれってのもやっぱりそういうボスがいないからですかね。結構いるはず。それじゃあどこに行こうか。何したら全クリになるの？さあ、全クリってどうなんでしょう。この女の走り方、ぴょんぴょんしててイライラする。そう、そんなことでなんかイライラしてたら、それはそれでなんか疲れません。なんかね、ことあるごとに何に対してもね、イライラって。私に任せなさい。余裕余裕。1週間過ぎるまでにどれだけイベント進めておけるかで色変わる感じ。一定期間ってのは多分それが、こないだ言ってた。最近腹立ったこと、何でしょう。アトリエはシビアよな。これ全部くれるってこと？どうでしょうね。帝王こんな最新ゲームもやるんだ。まあリスナーさんからのリクエストってことで、はい。今の感じだと最新ゲームじゃないでしょ。全然足りないからバット直行かな。何全然足りない、バット直行。八時でごめんなさい、いらっしゃいませ、こんにちは。そんな全然足りないの。これでも10年前でところ。わかんない、これ何年発売ですかね。まあプレステ3だからね。もう 10年かどうかですが、こんなんでバッと直行っつったら無理でしょ僕。10年前とかもう最新もいいとこじゃん。そう、これでバッと確定なの？どうしろっていうの。確か 6年目がなんかターニングポイントって確か人造さんか誰か言ってたんですよね。これで10年とか前なのか。これでまた最初からやり直しや。さあ3年。時間制限きついのよ。行くわよ。受けてみなさい。今2年目でしょ、だから。そういうこと？それ。どうかな。これやり直し最初からとかきついな。マジ？はい、おしみ。3年でそれなりにランク上げておかないと強制終了もある。そういうこと言われても。強制終了、アトリエあるある。バッドエドも立派なエンディングよね。それでね、リスナーさん納得してくれるならいいんですけど。1
瞬で終わらせてあげるわ。どうでしょうね。これで、それ強制でも終わりで次ゲーでしょ。僕みたいにやり直すの。その時は最初からもう一周でしょ。だってなんかアドバンテージあんの、失敗したら。それやり直したとまた、ま、こんなものかしらね。同じことの繰り返しになっちゃったらね。強くてニューゲームでしょ。あるのそういうの、強くてって、うん、そういうのあるならね、まだ考えますけど。何か食いながらやってる。今チョコかじってます。またていちゃんの裏作用が増えちゃうよ。もうやです。この頃は強くてニューゲームはどうだったかな、忘れた。ねえ、あるなら考えますけど。そうはさせないわ。余裕行くわよ。受けてみなさい。早朝枠と深夜枠が必要になってきたね。何言ってんの、僕の寝る時間はどうするんですか。全然勝負にならなかったわね。何言ってんですか。睡眠時間なんて削れる。削ってたまに削るわけないですよ。とりあえず冒険者ランク上げられるときはステータス画面でわかるから5分寝ればよくない。どうですか、何言ってんですか。汚らわしいの上げに行った方がいい。うん、今行ってますけど。わかる、5分睡眠で十分。何言ってんですか。はっ、それ余裕。純粋にどうして寝ようとするんですか。ね、寝たくない人がいるんですか。信じられないですよ、僕からしたら。そんなの ステータス画面で見れるんですか。なんか書いてある、ランクアップレディ。あ、これってこと。寝ない自慢しましょう。嫌ですよ。あの、クーデリアさんって先生と115個目さんいらっしゃいます。俺今日2分しか寝てないんだよね、わら。2分とか寝たうちに入るの。ん、まあね。大事さん寝ない枠した後痩せるって言ってたよ。いや、そういう無茶して痩せたくない。ちょっと聞きたいことがあるんですけど。何よ、ドロヌの子供の時の話。ドックというか天然でしょうね。はい、哲郎さんいらっしゃいますよ、こんにちは。いえ、そうじゃなくて先生の師匠のことなんです。睡眠の質が良ければ1日10分で OK らしいよ。無理、そんな質のいい睡眠10分なんて持たん。時々噂とか聞くんですけど、どんな人なのか全然わからなくて。やっぱりすごい人なんですよね。先生の師匠なんだし、きっと優しくて質の悪い睡眠をとっていらっしゃるんですね。そうです、ロロナの師匠。そう、私にあいつの話をさせたいの。あんた、なかなかいい度胸してるわね。なんで怒ってるんですか。ロロナの師匠って少佐だっけ。いろいろと思い出したくない過去が蘇ってきてね。さあ、どこから話したものかしら。あの、やっぱりいいです、ごめんなさい。あ、そう、それは助かるわ。あいつの悪行を全部話そうと思ったら何十時間かかるかわからないし。悪行、悪行ってそんなに。まあ、どうしても聞きたくなったら。そうね、私よりあの自称騎士に聞いた方がいいんじゃない。自称騎士、
ステルクさんですか？ええ、あの女とは随分親しくしてたみたいだから、きっと面白い話が聞けると思うわよ。クーデリアさんがあんな怖い顔するなんて。うわあ、どうしよう。ますます気になってきちゃったけど、聞くの怖い気も。ていちゃん、地球防衛軍放送動画あったけど、プレステ4のもあったらやるの？いやねえ、あれだってね、本当に難易度イージーで、やっとこさですから。うん、来たわね。今日は何の用かしら。プレステさんは初期型？うん、これ、型いつでしょう？ちょっとわかんない。型わかんないっす。初期型、いや、多分後期の方です。ちょっと軽い方。まだトトロってトトリでしょ。はい、127号目さんいらっしゃいます。こんにちは。プレステにできないやつ、うん、プレステに、うん、できないやつです。どれどれ？うん、ちゃんとポイント貯まってるわね。おめでとう。これでランク3ね。ランク 3？何、3年目までに難攻いくつ上げればいいんですかね。はい、ありがとうございます。トトリの動く城、うん、ランクがありました。アクアノートのメモ手に入りました。なかなかいいペースでランクアップしてるわね。プレステにできるやつで新品ならお高いんでしょ。だいぶ慣れてきたんじゃない？新品じゃないでしょう。どうかな、自分ではまだいっぱいいっぱいって感じですけど。頼りないわね。いつまでも新米冒険者ってわけじゃないんだから、もう少ししっかりしないとダメよ。そうですよね。もう新米じゃないんだし、しっかりします。私なんかずれてる気もするけど、まあそれくらいは自信を持った方がいいわね。これからもこの調子で頑張んなさいよ。でしょう、なんかテンションが低いような。こんにちは。どうかしたんですか？すごく落ち込んでますけど。うん、実はまたクーデリア先輩に怒られちゃって、私が受付になってから依頼の数がどんどん減ってるって。ああ、そういえば私もほとんど依頼受けてないし。でも別にフィリーさんのせいってわけじゃ。やっぱり向いてないよね。もともといやいややってただけだし、私のせいで。そんなことないですって。私頑張って依頼こなしますから、元気出してください。本当にやってくれる？はい、多分。多分なんだ。やっぱり私が受付だから。うわ、多分じゃないです。本当の本当に頑張りますから。ああ、こんにちは。お仕事どれだ？これか。すごい、完璧なおし。あ、帝王様こんにちは。あと今回は報酬と別のご褒美もあるみたい。いらっしゃいませ、こんにちは。好きなのを選。どれだ？それじゃ。どれでしょう。綺麗な絵画。トトリちゃんだ。すぐに渡す。どうもありがとう。それ。ゲヘルン、これは作る方かな。ペンギン本体。と。
やだなこの辺。トトリちゃん、そピュアオイル、こっちか。それでヘイドン作れますかね。うん、そまっ、またイベント、あ、メモか。これなんでしょう。天の水かさ作り方一個だけ。ピュアオイルでしたっけ。帝王様こんにちは。ふふふふん。ミスターバットマンさん、おはようございます。どんなですか。お絵かき、お絵かきは今日は今やる予定ないです。トンマックスさんいらっしゃいませ。こんにちは。はい、133個目さんもいらっしゃいます。ピュアオイル。これ、いくつ作ろうかな。チンチンさん、こんにちは。何言ってんですか。はい、135個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。それじゃ、できた。どの特性を残そう。そうです、僕がチンチンです。何言ってんですか。なんかコントローラーがあれですね。特にいらんか。あと何でしたっけ、なんかレーゼ、シルケ、違う違う、何を作ってっけ、ゼッテル、ゼ違うの、何でしたっけ、なんか、あ、これか、レヘルンか、これを作ってって言われたんですよ、ね、僕も新品です。どういうことですか。はい、人造さんいらっしゃいますもん。じゃあ、あれこれ3つ作ってって言われなかった。何が足りてないんだ。これは、あ、今、ピュア、これ何、ピュアオイル使うの。ハンドソープ売ってなかったブワ。ハンドソープ、やっぱりね、シナギで起きるでしょうね。どの特性を残そう。レベル、送ってあげてブワ。何がですか。これな、いくつ作ろうかな。20個ぐらい作るんでしょ。100個、これで大丈夫。それじゃ、できた。どの特性を残そう。これでこれくる、いくつ作ろうかな。うわー、素材が足りない。大事さんとのイケボ対決はどっちが勝ったの。ね、対決してません。泡タイプと石鹸がたくさん余ってたんだけど、なんで売れてないの。さあ、知らない。どの特性を残そう。だ、石鹸もなんかいろいろあるんじゃないですか。なんか知らないね。お邪魔するわ。またミミちゃんか。いきなりで悪いんだけど。なんか書いてありますね。こういう手法じゃ余ってたら譲ってもらえないかしら。クロース。どうしようかな。殺菌作用のあるやつしか売れないとか。知らんけど。あるの。さすがね。あんたなら。そうなんですかね。何を作る。違う。あっ、どれ。こんな感じで物持ってるとイベント出たりするから、多めに作っといた方が
損はしないってことですか。いろいろ作ってストックしとくよ。いいよ。はよコロナの特効薬作って。知らないです。どうやって作るんですか。作り方教えて。これはありそうですよね。すぐに渡す。こうやって本当に依頼どんどんこなしていくしかないんですかね。フラム作れる。帝王ちゃんの油から作れる。とりあえずテイちゃんで誰一人から始めよう。そういうことですか。トトリちゃんだ。期間が短いな。帝王様の体で抗体を生成。どういうことですか。そうそう、ゴアランク上がったから行ける場所増えてるから冒険。どれどれ。はい、ちゃんと免許に反映させたいわ。ちょちょちょが止まらなくなりますぐは。メルブイアちゃんの太ももペロペロ。何てか、あの騎士はどこにいるの。仲間になってくんないの。あの海ちゃん、こんなとこにいる。どうしたの。太ももペロペロしちゃダメなの。なさい。さあ、どうしようかな。ジャンプしてピンにを覗かないで。帝王さん、コロナで儲けてるから特効薬作らないんじゃない。何言ってんですか。スケジュールタルレス、何でしたっけ。フラムとドナース、フラムさんとドナーストーン。フラムってなんだ。これか、作れる。これのいくつ作ろうかな。ここくらい作っとく。3、4、5。最悪石鹸とかはいいけど、米が心配だよね。これで大丈夫。それじゃあ始めるよ。買いだめてるから、まあすぐにってことはないと思うんですが。できた。どの特性を残そう。レベルアップ。あと何でしたっけ。これか、ドナースコーン。米品薄なの。派生ちゃんが買い占めたからか。うち今月分のベイしかないから心配部は。まあ、今月分って言ったってまだね、月頭ですから。どうなんですかね。ネットとかだったらまだ米とか売ってんじゃないんですか。わかんないけど。それだったら通販ももうアウト。わかんないけど。通販はまだ大丈夫みたい。そうですか。いや、お米なんて思うんだし。ロシアには2つの冬がある。なんだと思う。冬わかんない。欧州と別。何ですか。それちょっとわかんないですね。お米がなければお餅を食べればいいじゃない。まあお餅もまあねですよ。財布と頭の冬だな。財布と頭、そういうことなの。知らんけど。どうしよう。これでガンガン冒険してきゃいいのかね。ライフは大丈夫か。ああ、いっぱい行けるとこが増えてる。
なんかいっぱい増えてる。なんだ。わー。新たなポイント。って言われてもね。女の子香りがしてそう。わかんないけど、なんか林ウニだか森ウニって書いてあったから、まあそういうことでしょう。行くわよ、受けてみなさい。しませんよ。臭いと思いましたよ。どういうことですか。余裕余裕。匂いが感染してんだったら僕のコロナでもうリスナーさんもう一巻のおしまいですよ。この程度。残念でしたね。よかった。皆さん僕と一緒にね、ちょっと、あの雪確定ですね。埼玉に住んでるから大丈夫です。どうでしょう。いつの間にかコロナに感染してる設定になってますね。いやでもね、もういいんじゃないですか。もっとどんどん本当に、ね、どうしよう。そうはさせないわ。余裕余裕。私に任せなさい。さっきからブースかブースか落としてるのおならみたい、うん、わら。ですか。ニコムさんいらっしゃいませ。僕はこれで、余裕余裕。それどうしよう。気をつけなさい。やるわね。このドスケベが放送のキャッチフレーズはどうやって決めてるの。僕が適当にロケットオップが好きらしいです。たまにリスナーさんからね、こうしたらどうってアドバイスあったらね、それに従って変えたりもしますが、それ余裕余裕。はっはっ、この程度。やっぱ強いしね、こいつ。それはい、おしまいっと。
失敗もいいよね。そう。あ、ステルクさんだ。斧持ってる。珍しいところで会うな。材料の採取か。はい、ついでに地図も埋めておこうかと思って。ステルクさんはお仕事ですか？放送タイトルは正直すごくセンスを感じます。ないないない。新米冒険者を救助してきたところだ。メルフィアちゃんはあげないよ。うっかり迷い込み、いらないからいいです。そのまま遭難していたらしい。遭難？ここってそんなに危ない場所なんですか？そうなんだ。新米冒険者にも厳しいかもしれない。手強いモンスター。まさかね、そんな安直な態度するわけないで。止めはしないが、くれぐれも慎重にな。いえいえ、タイトルはセンスありますって、肝心の中身があれですけど。って言えば受け入れますね。なんちゃんと早く、いい声ですね。どういうことですか？鼻フックしながら話してるところを想像してみてください。すいません。何ですか、肝心の中身って、どういう意味ですか？そうなんだけに、そうなんだね。うん、おいちい？ねえ。失礼。何食べてるの？デイちゃん放送の動画は自分で撮ってるの？チョコレート、ちょこっと。トンマックスさんからのはもう食べちゃったけど。動画は自分でとか、配信のあれ、キャプチャーの、配信のツールが、自動的にね、録画してくれるから、それですよ。ちょっとダメだな、コントローラーの電池が。ちょっとなんか、電池があれなんかな、すぐ切れる。顔出ししません。全部放送動画上げてちょ。全部は無理。これで、どうしよう。そうはさせないわ。余裕。どうしよう。全部じゃないけど、結構ね、上がっているでしょ。こんなイケボなのに偏見感情なんですね。どういうことですか？何がですか？ブヒブヒしてるとこ県に来ました。どういうことですか？はい、190個目さん、いらっしゃいませ。こんにちは。気づいてない、チャンスかも。イケメン路線の声優なのか、おっさん声声優なのかわからなくて、この子みたいな恵み体な女子クラスに一人生えたよね。小杉さんはね、いろいろね、何でもやれる人でしょうからね。もう女の子みたいな、ケみたいな、さあ、どうでしょう、覚えてない。昔だから見たい。この私がここまで追い込まれるなんて。どうしよう。そうはさせないわ。ミムちゃんちょっと弱いですよね。早くあの騎士もう仲間に なったりする。それならない。はい、おしまいっと。ムチムチとキャシャとどっち好き？程度ですよね。男入れちゃうの？やっぱりキャッシャーの、ダメ？だって強いんでしょ？現実だと肩幅もしっかりしてるから誰にも見向きされない。そう。ねえ、でも強いんだったら入れたくない？でも男だよ。男だって別にいいですよ。強ければ、僕は何も気にしませんし。これ、ここ繋がってないんだ。
男でもいけるの、はい、画面の見栄えが悪くなるよ。知りませんよ。ちょっとぐらい見栄えとかそんなもん。ね、僕はクリアするためにゲームやってんですかね。クリアする可能性がね、高くなるんだったらね、僕は、惜しまず男だろうがね、起用しますよ。あれが強ければいけるんですね。どういうこと？うわ、熱い。男も増えちゃうてよ。だって食うとは言ってないでしょ。男でもいけるの？で、はい。現地いただきました。わら。何が現地ですか？このフィールドでは天の難しさを所持してないと戦闘での行動に LP が減るので気をつけてください。何それ、そんな危ないとこなの？でここで何すりゃいいの？ついにカミングアウトしたか。何やってんですか。バーカバーカバーカ、ほらほら、これこっち、ここほら、頭悪いの、ほらほらほら、これね、あららあら、一生懸命ほら頑張れ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 、ほらほらほら、ほら残念残念残念、バカじゃん。わらわら、獣の知恵なんてあんなもんですよ。せいちゃん癒し、わらわら。ねえ、ね、おっさんが昼からこれやってると思うと死にたくなりませんか。いや別に、なんかイラッとした。別にね、これはリスナーさんがやってくださいってね、リクエストが来たゲームですから、別にそんなこと気にしませんよ。そんなこと言ったらエロゲーとかギャルゲーなんてやれなくなっちゃうでしょ。だいたいいい年してね、おっさんがね、もうゲームやってる時点でね、もうアウトなんですよ。ゲームの種類関係なしで。いくらから？ねえ、いくらから？ね。ゲーム買ってくれれば。いやいやいってやつです。あ、そう。そう。そこはもう。ていちゃんの悪いペルソナが出てきました。うん、何やペルソナですか、バッグ広いですね、すごい。なんかむちゃくちゃ広いね。え、こんな広いマップあったんだってぐらい。広いマップあったんだって言っても、見てるとこは限られてる。うわ、すごいね。あ、なんかすごいのがいる。初めて見たってぐらい。うん、何ある？やばいんじゃない？ほら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 、ほら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 、ほらほらほら。やっちまおうぜ。ほら、無理でしょ。あんなやったらやられちゃう。ほら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 。よしぶったたこう。ほら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 。無理でしょ、あんた。殺される。わぁ、来ちゃった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 。せいちゃん、昼飯お願いします。ちょっと待ってください。ちょっと待って。あ、213個目されました。昼飯は昨日の夕飯の残りの。とりあえずやってみましょう。いけるかもしれない。無理でしょ。そんなんで時間ロスしたらね、だって、その水草がないからね、ヒットポイントどんどん減ってくんでしょ。無理じゃん。うわぁ。うわぁ。行けるかもしれない。無理無理無理。雑魚的相手でも、ああ、さいな。もうちょっと探索したかったけど、しょうがない。じゃあ、どこに行こうか。これどうなんですかね、なんか、党派のあれってなんかあるんですか、ね、赤い優可愛いね。どうしようか、一回帰っちゃった方がいいかな。敵が出ない。メルブヤちゃん可愛いよ、マジ天使。そう、ただいま、ティ
ちゃん来たよ、ブヒブヒブヒヒンヒル。安倍晋三さんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、211コメさんもいらっしゃいませ、ブヒブヒってことで。お昼は昨日の残りの何でしたっけ、アスパラの肉巻きと、あと、砂漠いました。うん。翻訳して。無理。どれどれ？はい。昨日の言うと同じ。アスパラの肉巻き羨ましすぎる。そう。めっちゃうまいじゃん。そう。今日は子供が多いから3人捕まえたまでは翻訳できたけど、その後がわからなかった。アスパラの肉巻き考えたのは天才。3人捕まえたまでは翻訳どういうこと？満足してくれないかも。トトリちゃん、それ。イヤオイル？それ。どうしよう。トトリ。8月15日。ウルフハードラーみたいはちょっとわかんないな、ま、うん、どれどれ、はい、昼ごはん子供じゃないの、どういうこと、なんでしょうね、何でしたっけ、ピュアオイル2個とレンキンタン4個、作りましょう。これならいくつ作ろうかな、じゃあ3つぐらい、4つ、子供を風呂に入れて鍋とかいそうだよね、手を。これで大丈夫です、それじゃ何が鍋って、劣化効果アップ、分からんな、錬金で作れるのって薬品だけ、そんなことないですよ、装備品とかもね作れるみたいですけど、これがいくつ作ろうかな、10個ぐらい作っておきましょうか、レベル15でしょう。いけるか。これがいくつ作ろうかな。1個しか作れないの、なんで？素材が何が足りないっていうの。何このスライムなんとか。このシリーズの北ウキンの最終目標って金塊だった気がします。なんかリアルですね。そう、まあ錬金術ですからね。そんなの。私の力、お客さんかな、失礼する、急ぎ頼みたいことがあるのだ、いやこっちも仲間になってて頼みがあるんです、これを譲ってもらえないか、何今作ったもんじゃ、どうしよう、こういう値が上がるってことしょうがない、渡す、これなら3しか上がってねえ、何を作る、さっきの何、スライムなんとかってどうやって作るの、
この素材があれしないとわかんないですよね。さっきのって素材イケメンに尻尾振るのは大事ですね。そうね、でもスライムなんとかないですもんね。どっかで売ってるってこと？ツインク作りたいな。これ作ったやつはいいんですかね。失敗するかも。マジレベル20だから、うーん、どっか雑貨店で売ってる。どれを、あークロース、店屋で買える本とかは全部買った？うん、まだです。買っといた方がいいの？もうお金はあるからね。買っといた方がいい？ありがとう。それじゃ買って作れるものを増やしていった方がいいかもね。さっきのスライムがもしかしたらあるってこと？またか。こんにちは、ステルクさん。何かお仕事ですか？仲間？いや、近くに来たので寄らせてもらっただけだが。この放送でお金はあるからねってセリフの異様さが怖い。どういうことですか？いえ、全然そんなことないですよ。いいじゃないですかね、リアルでお金がないんだからね。ゲームの中ぐらいお金があるって言わせてくれたって。誰だ？鳥？バサササ、ハト？わあ、ハト？びっくりした。ハトが客？まさにハトがね、豆ね、ハトだけにハトが豆鉄砲食らったような、まさにそんな心境なんです。お前か。どうした？こんなところまで。お前？黒っぽ、黒っぽ。はい、234個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。何？その件はとっくに解決したはずだぞ。クロポッポ、クロポ。何、会話できんのこの人。なんだと、また面倒ごと。わかった、すぐに行くと伝えてくれ。クロポッポ、クロポッポ。すまない、急用ができたのでこれで失礼する。ステルクさん、今のハト。ああ、私のハトだ。こんな男がハトなんてかって似合わないと思ってるんだろう。いや、むしろハトと会話できる方がびっくりだと。あ、いや、そうじゃなくて。また近くに来たら寄らせてもらう。では。ステルクさん、ハトと会話してた。なんかすごいイベントが連続して、懐かしの伝統工芸、ガラス玉、水晶玉、紅の染料でいいのかな、ルーンストーン、生きている縄、乾き物の歴史、ドライフラワー、乾いた肉、干し草、臭い体液あ、大事な臭い液体か作れるジュエリー、ルナーデリング、メルクリスム。30なんですか？はい。サイト見てるの？サイト？サイト？何の攻略は見てないっすよ。ねサイト見てプレイしたって面白くないでしょ。で、どうしよう。スライムのなんかあれってどうすんの？どっかで作るのかね？それともどっかで落ちてる？とりあえずまたギルド行って。どうも。あ、それ。品質があんまり良くないですね。フレッシュミント、ド
ドライメタル、ドライフラワー、ドライフラワー。どうしよう、また。トトリ、それ。討伐の方優先した方がいいかな。また。うん。それじゃあ免許見せてみて。お、ランク上がった。おめでとう。今日からランク4よ。ひゃっほーい。ん？ランク上がりました。レメジェトン。何レメジェトンって。ありがとうございます。それじゃあ急いで次の冒険に。そんなに慌てなくても大丈夫よ。少しくらいゆっくりしていきなさい。でもまだランク半分もいってないし、このままじゃ免許の更新とか。このペースなら十分間に合うわよ。本当に？それとも間に合うの？そんなに私と話するのが嫌かしら。そんなことないですよ。なら少しくらい時間潰してきなさい。冒険者ギルドの人間と仲良くしておいて損はないんだから。はあ、それじゃあ少しだけ。で、うん、何話してて、な、何も話してないのっていうか、お話をするを選ぶってこと。そうなの。コロナウイルスのおかげで風族業界、うん、客足が遠のいているらしい、はい、俺らにできること、それは風族に毎日行くこと。行くお金ないし、行きたくないし。あのティッシュさんどこにいるの。仲間にしたいけど、いない。ここって買い物できないんでしたっけ。えいらっしゃ。買う、どれを買ってく。不衛生そうだし。ああ、ここにもこれ本あるんだ。めちゃ安くしてくれ。うわ、これ高い。7098。うわ、欲しいな。攻撃力プラス10フェスト。ああ、これか。こっちの、ああ、高いんだとちょっとあれね。これでプラス3あとも。3、4、5本。不器用だったら3個かな。裏からヤクザが出てくるから嫌だ。何のことですか。どれを買って、こっちの方も買っといた方がいいんですかね。また来い。おう、どれを。これね、どれが素材必要かわかんないから。変な病気でもげちゃいそうだし。そう。クイーンもあれした方がいいですかね。軽量化された回心の効果症。発砲。軽量化された技威力 10% 増ですよね。速度プラス3。効果ダウン。攻撃力とかね。LP プラス10はこれいいですね。あとなんだ。攻撃力3割でも、消費 MP10% 減じゃん。10% 減じゃん、あんまりね。防御力じゃないでしょうし。ヒットポイント10。攻撃力3。あとなんだ。今日はあったかいからコロナ消えるかな。どうなんですか。
そろそろ歌の時間。ねえ、歌は何を歌うんですか？ボール力とかいうドラゴンボール。つかも、あれ？ドラゴンボールって何で歌わすんですか？ダックで、強化しよう、マイク。ありがとうございます。これで大丈夫だ、それじゃ。何歌いますか？最近は歌ってないの？ドルの癖を残そう。どういたしまして。経路を抑えた。これしかない？これしかないの？ノリノリテイちゃん。何言ってんですか？空伝ディック、ああ、こんなのも作れるんだ。よーし、と、見えないけど。間違えた。僕や行こうか。はい、250個目さんてか、カジカコさんいらっしゃいませ。こんにちは。小手派直さないの？別にいいけど。光るハーゲルを突き抜けハラミー。これで杖とか作ってもらってもいいのかな。こいつでいいんだな。よし、できたぜ。なんだ。よし、できたぜ。名付けて軽い鉄の杖だ。そのまんまの名前だけどな。またカラオケ。ああ、本当に軽い。これならいくら振っても疲れないかも。だろ？ジョーちゃんみたいに力のねえやつでも使えるようにギリギリまで軽量化したからな。見た目はシンプルだが結構苦労したんだぜ。へえ。ふと思ったんですけど、こういう武器って重い方が威力が出るんじゃないですか？あ？あって、今あって言った。まあ、その辺は今後の課題ってやつだな。いいじゃねえか。どうせ重かったらジョーちゃんには使えねえんだしよ。それはそうですけど、あんまり軽いと武器にならないんじゃないですか？大丈夫大丈夫、軽いったって鉄は鉄だしよ。鉄でぶん殴ったらそれは相手は痛いに決まってるじゃねえか。まあいいか、使ってみてダメだったらまた考えよう。ちいちゃん、ハゲルのことどう思う？いや、別にどうって言われても。あ、どれを作れ。こいつでいいんだな。よできたぜ。どうしよう、これも作っちゃっていいかね。こいつでいいんだってよ。でき、ゲームとしか思わないに決まってるわ。キモいとまだ言いますもん。文太を見るときと同じ目で見てる。何言ってんですか。何が文太ですか。ゲームなのでブワ。え、装備攻撃力変わってねえ。違う。強い装備作れた？わかんない。じゃあここでこれを装備すりゃいいのか。ブロードのあれをこっちにすれば。ミミちゃん活躍できそう？どうでしょう。
攻撃力上がっただけですからね。どうしましょう。これで外、でもここいないんですかね。岸さんどこにいるの？こっちに行けるんだろうね。うわぁ、なんかいっぱい。こっち方面、あそこも繋がった。どうしようね。うわぁ、いっぱい。うわぁ、いっぱい。ハトゴ覚えないと仲間にならないよ。ハトゴマジっすか？どうやって覚えるの？どうしよう。見てもいいんですかね。こっからこっちちょっと遠回りだけど。最近何言ってんですかと。そうなのの便利さに頼らずしっかり米返しすることを考えてて感動してます。はい、いや別に何も考えてないんです。いやコメントが少なきゃわ、何なんかいる。ちょどうなった？ちょっとうちそういうモンスターお断りなんですが。ちゃんとあのね、あーポイントちゃんと取って。何が強い？毒？ちょっとなんかめちゃくちゃ強い。やばい、ちょっとこいつさすがに強い。半分持ってかれたね。ねえ、くそ強い。もうこんなん全然火力ないじゃないですかね。うわぁ、この姉ちゃんでもこんなに食らうんだ。低オウムカデとか苦手？それ、ね、そりゃ得意じゃないですね。まぁ、あんまり見たことないですが。これ落ちない？まさか。マジ、クイズとついてる。死んじゃう。死んじゃう。ねえへ、完全に足でまといていくわ。なかなかやるわね。くっそ強。爆弾かなり大切だった記憶がある。大事よ。大切？これで、うわぁ。どうしよう。ダメ。いくわよ。せーの。うりゃあ。うわぁ、100でも全然。なかなかやるわね。あ、やられた。何それ。強し。強すぎ。これ、どうすんの？ちょっと聞いてないよ、スタッフ。ねえ。違うか。アイテム作るってこと？爆弾？使用ですよね。フラム？これも爆弾ってこと？レベルが足らないのか？大砲の方がいいのかね。でも、大砲？どれがいいんでしょうね。大砲？フラムの方がいい。これいくつ作ろうかな。でもこれでも6つしか作れないんでしょう。なんかエッチなものに見える、うん、フラムもレヘルンもドナーストーンも攻撃アイテムだよ、うん、大砲これで。だそれじゃ、どのって言われてもね。帝王の大砲、
朝醤油は作れそう？どういうこと？これな、いくつ作ろうかな？帝王憧れの大砲。巨人大砲卵焼き。これで大丈夫。それできた。どの特性を残そう。どれでもいいんだけど。クラフトも作っとく。これならいくつ作ろうかな。本当も。これで大丈夫だよね。これがいくつ作ろうかな。もう作っとくか。何？何？倒れちゃうよ。MP、作るのにもなんか MP 必要なんですか。これで大丈夫。それじゃ。いきなりで悪いん。中和剤。どうしようかな。あげる一個ぐらい。さ。もう8月じゃないですか。全然討伐依頼が間に合わん。それじゃあどこに行こうか。どうしよう。あ、そっか、回復してないってこと？宿使ってないからってこと？私に任せなさい。しまった、忘れてた。この私がここまで追い込まれるなんて。それ。どうしよう。えっ、おっと、させないよ。余裕余裕。この私がここまで追い込まれるなんて。それ。はい、おしまいっと。忘れてた、回復。どうしよう。今あってタルゲス飛び虫あれ倒したことになってないんですよね。やっぱり飼ってないから。ウルフは3体倒したけど、期日が間に合わんな。4絶ったからね。ね、苦労してあれ倒したのに。じゃあどこに行こうか。なんだ、お金。デスペナってあるの？多分1週間ぐらいね、ロスしましたね。確かめ込んで日付がいっぱいすぎる。ねえ、もう期日が全然間に合わない。拠点に戻されるから日数がかかる。ねえ、わあ、なんかいる。一瞬で終わらせてあげるわ。わあ、何こんなにいるの。え、これで、作ったアイテムあれか。なかなかやるわね。行くわよ、受けてみなさい。強いぞ。え、強い？どうしよう、じゃあ逃げる？じゃあ。どうしよう。そうはさせないわ。
余裕余裕やるわね。ちょマジ強ちょ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 余裕は依頼を全部熟すとかなの？わかんない。依頼をこなしてね、だポイント貯めてランクが上がることでしょ、多分。クワクソツ。もう逃げよう。誰こんなとこポイントしたの？ねえ、お嬢様ランクがね。はい、286目線出します、こんにちは。わー。それじゃあ、どこに行こうか。どこだ、アランドじゃね。アラニアの村帰ろ。装備もそろそろ上げた方がいい感じ。どうでしょう、今武器ね、買ったんですが。ここまで追い込まれるなんて。トトリが愚痴を犯されてすさむ薄い本知りませんか。知らない、何ですか。やるわね。どこかにあります。あります。行くわよ。せーの、うりゃ。余裕余裕。この私がここまで追い込まれるなんて。え。私に任せなさい。本編でみんなで書く。でもやっぱり敵に誘われて落ちる方がいいな。どういうことですか。帝王さんとアイテム、はい、クラフトとかさらに強くなるように作ったりしてる。強くなるように、いやそこまで考えてないです。あれでしょ、効果でしょ。それで妊娠して誰にも言えず町を去っていくんだ。何のことですか。妄想力が高くて素晴らしい。あれいる。いや正直期日がきついっすわ。ステラコさん、このゲームの一回です。なんか結構あっという間ですよね。娘も帰ってきたので私はこれで出来がらいね。ねえ、くだらない話に付き合っていただきありがとうございました。いやいや、ではまた機会があれば。おっちゃん仲間になる。期日がきついというか、依頼を受けすぎなのかもね。お父さんと何を話してたんですか。たわいない世間話だ。思いのほか話があって、状況住み席を取り戻そうとして帰り討ち姉妹奴隷本ください。探して、アサシンのノウハウを教えてもらってたのか。ステラコさんっておいくつなんでしたっけ。そうなの。もうじき35になるな。ここで探してもいいですか。それがどうしたか。ここで探してどうすんの。計画的にやらんと難しそう。お父さんとあんまり年変わらないんだ。だから話が合うんですね。何？ワイより年下か。君の父親はいくつなんだ。確か39歳です。そうか、確かにあまり差はないな。父親と偏見がこんなイケメンな声やるのもなんだかな。そう、ごめんなさい。イケメンカートも渋いでしょうね。続いたら年下あるよね。トトリって何歳なの。トトリちゃんさ、トトリは13歳ですか。ステルコさん、どうしたんですか。おじさん傷ついた。ステルコさん、あ、すまない、今日のところは失礼させてもらう。ステルコ中年男性だったのか。どうしちゃったんだろう。私別に変なことやってないよ、ね、帝王犯罪や。うわー、酒場が全然あと2年で帝さんの守備範囲。あんななりでカレー草がするのか。てかこのゲーム2年目だから。ていうか35で沢木からでっかいチェーンぶら下げるってやばいファッションだな。ねえメルビー、あれからだいぶ経ったけど、トトリちゃんどう。どうって聞かれても返事に困るんだけど。うん、もう分かってるくせにとぼけないで。ああ、はいはい、ごめんなさい。トトリのことになるとすぐムキになるんだから。
正直1年前とは見違えたわよ。あ、メルブヤちゃん可愛いよ。今喧嘩したら絶対あんたじゃ勝てないと思うし。私に勝てたって大したことないじゃない。太ももペロペロ。あの子からしたら大したもんでしょ。この村じゃ文句なしに一番良かったんだから。太ももペロペロ。何て言うんですか。人間相手ならまだしも、そこら辺の魚よりも弱かったし、ね。そこまで弱くないわよ。トトリちゃんをバカにしないで。エキさんとメルブヤちゃんとどっち好き？え？魚より弱いって捕食されるやん。ああ、ごめんごめん。言い過ぎた。たく、めんどくさいな。要は、ちゃんと成長してるって言いたいわけよ。うん。帝王ちゃんからしたらこの子たちって孫ぐらいだよね。何言ってんですか。メルビーがそう言うなら安心した。お姉ちゃんも良い感じではちょい妹ちょうだけど、ていちゃんは黒髪ロンジン派。あんまり嬉しくなさそうだけど。そんなことないけど、ちょっと寂しいかなって。トトリちゃんは私の知らないとこで成長してるのに、私はずっとこんなだし。何言ってんのよ。セティエちょっと目にやってるなこれ。お姉ちゃんは友依存の気があってちょっと面倒くさそう。じゃあやっぱりセティでいいな。そう。あ、お姉ちゃんとメルお姉ちゃん何してるの？なんかね、小獣と衆って言うんですか、なんかすごい口うるさそうですから、細かいことなんかね、見事にちゃんとやったとかなんかね、いろいろしてきたりそうで。責められるのも良くない？何？そう、嫌だ。え？何の話？大人の女の話よ。じゃあ、そういうことだから。帝王はトゲのある傷つけてきそうな女性は怖いという怒り心事スタイル。さて、私も夕飯の準備しなくちゃ。メルちゃんに踏まれたいとは思わないのですか？いや、思わないでしょ。踏まれてどうすんの？ん？ん？二人とも？依存しだしたらすごいぞ、多分。何か邪魔しちゃったの？セティは怖いよな。ちょっとすいません。ちょっと、じゃあ、ちょっとトイレ行きたくなったんで、ちょっと一旦休憩しますんで、はい、ちょっとお待ちください。じゃあ、視線症でもちょっとやっててください。はい。普通に包丁で刺してきそう。お絵描き。本編か。接待したよ。接待しました。ブーしたよ。1くらいじゃん。ガスタンコ1くらい多め。パチパチパチ。
帝王遅いよし戦勝終わったよ。パチパチパチンチン。本編じゃないとうんちは持たないね。これは台の方のタイムだね。本編なら時間稼げたのにね。あーすいません、お待たせしました。ちょっとはいそれで水もちょっと補充してきたんで、はい、じゃあ行ってきましょう。っていうか、いっぱい出た。この間頼んだ引き。ていちゃんやっぱり強いわ。そう、それとなぜ本編じゃないんですか。さあ、お強必要ですか。大の時毎回水って言ってごまかさないで。どういうことですか。燃える土、こんなんで来るの。大砲、この程度。大砲作ったでしょ、あれ。あ、大砲か。恥ずかしくないんですよ。燃える土ってやばくない。それじゃねえねえ、マンドラゴラなんていたっけ。大砲作ってなかったよ。いや、知らんマンドラ。こいつ強いですもんね。この程度。それじゃ、頼む。シクサー、これもやっちゃう。この程度。それじゃ、仕事。なんだ、またイベント。邪魔するわよ、トトリ。何か皆の写真がちょっと鋭意っぽくない。あ、ごめん、もうすぐ終わるんだけど。ダブル、いいわよ、気にしなくて。暇だから来ただけだし、適当に本でも読んでるわ。うん、ゆっくりしてって。これで一気な本見つかる展開をなしゃす。無理じゃない。手を打って昔からツンデレ苦手だったの。最近よくアトリエに来るようになって。ツンデレって言ったってね、大体僕の場合ツンツンしかされないから、出られた経験ないから。何よ、私が来たら迷惑。うん、そんなこと、全然そんなことないんだけど。ただ本当と言われると。ただミミちゃん、私以外に友達とかいないのかなって。帝王はカットリ、ミミ、メンディアの3人だからね。火の玉ストレート。トトリ、だ、トトリですよ、それだったら。あ、ごめん、つぶしだった。黒髪純情そうな子がおとなしいと思ったら大間違いよ。違う、カットリが好きなのね。確かにいないけど。いないんじゃなくて、いらないの。スケベな帝王来たぞ。別に友達じゃないし。男リスナーがいつも出れてるじゃないですか。え、全然知らないですよ。私、友達じゃないの。男に出られてどうするんですか。え、そうよ。あんたが錬金術師だから仕方なく付き合ってあげてるだけで。出なきゃ、貴族である私が下賤な田舎者のあんたなんかと。ていちゃん天然キャラ好きなの。別に鳥取といえばトイレットペーパーの出前出したのは鳥取県米子市らしいね。貴族だったのか、わら。それは敵みたいな子が一番ドエスっぽい。典型的なツンデレキャラなんですね。本当、私役に立ってる。ドストレートツンデレだよね。典型的な。もうあんたが変なこと言うから、もう帰る。また怒らせちゃった。ミミちゃん本当に友達いないのかな。よく考えたら私ミミちゃんのこと。敵は心配だからベッドに縛り付けておくとか愛が重い程度じゃない。そう、わからんけど。
どこか懐かしさを感じる典型的ツンデレ。空気読めないトトリちゃん。はい、はい、最終より電車されてます、こんにちは。大砲と燃える土か。燃える土？ない。これならいくつ作ろうかな。いっちゃう。ちょっと待って。燃える土はダメ。あ、燃える土はあれか、素材ってことか。やり逃げ？何言ってんですか。このお釜に自分が落ちたら大変なことになりそう。インゴット使うんだ。これで大丈夫だね。確かに絶対事故あるよね、これ。発してるものだけでもやばそう。どの特性を残そう。ハードはこれプレステ3です。レベルは、そして誰にも気づかれないで孤独よんちゃんが。もうすぐご飯だからお父さん呼んできてくれる。お父さん出かけてるの。これで大釜に落ちてトトリにでかい傷ができてチェチがやむ薄い本もいいな。ええ珍しく釣りでもしてくるって。プレステさんって少し影の薄いハードだったね。どうでしょう。まあね、確かに僕もね去年買ったぐらいですかね。ようやく。あ、でも私お父さん見つけられるかな。ちゃんと注意して目を凝らしてれば大丈夫よ。素晴らしい想像力をお持ちの方がいますね、スケベ。素晴らしいとか危ないと思うんですが、結構イベント多いですよねこれ。でもね本当にね、積んじゃってやり直すなんてことになったら何がですか。中古で買ったんですよ、ブックオフで。え、去年買ったの、うん、でも世界での普及台数プレステ3と Xbox360 であまり変わらないんだよね。そうなんですか。いくらだった。いくらでしたっけ。こんなに大きい声出して8000円ぐらいかな確か。お父さん、手を打って Xbox は買ったことないの。36まだ昔ちょっと買ったことあります。プレステ2との互換なくなったからプレステ2が現役確定でショックだったな。アクシズかえ、薄型の。アクシズなお、ねえ、買って。トトリ、いいところに。ちょっと手伝ってくれないか。すごい大物がかかったみたいなんだ。どうしたこれね、また全部イベント見直さなきゃいけないんでしょう。わらわら。手伝うって。ほら、一緒に竿を持って。アクシズ限定の大差がないんだもん。ねえ。アクシズの脅威なら安い予備はなかったことにしよう。クソゲー。でもアクシズの脅威ってあれでしょ、確かプレステ2ないんでしょ。 V の方しかないんでしょプレステ2って。それじゃ行くぞ。一緒に差を持ってとかえっつ。せーの。だもしあれすんだったら PSP 買わないとできないんでしょ、その V じゃない方でも。よし、プレステ2はそうだね。もう一踏ん張りだ。じゃあアクシズに行ったら、じゃあ、じゃあ PSP 買ってくれたらね、僕がその V じゃない方のアクシズの脅威買うから、それで手打ちましょう。プスプなんて今3000円ぐらいで中古あったりするよ。わあ、誰か連れた。どういうこと。スケスケロイ、うん、そう、はならんやろ。出た。こりゃまた、はい、わら、予想以上の大物だね。こんなの持って帰ったらゼツィも驚くだろうな。新しい娘だよって。それどころじゃないよ先生。生きてますか先生。低音の腕ではアクシズは無理。ちいちゃんどこ見てるんですか。ね、やめた方がいいんじゃないですかね、アクシズは。お魚、私はお魚。よかった、生きてる。家でペットにされちゃうな。抜きリスト。とにかく連れて帰らないと。
手を立たないで。何言ってんですか。エラができる青い酒でも飲んだのかな。さあ。ああ、そうか。ようやく初登場。ロロライナフリーセル。帝王はおかずなの？どうでしょうね。ああ、助かった。今度ばかりはダメかと思った。一度ダメになるべきだな。もうびっくりしましたよ。まさか先生が連れちゃうなんて。ねえ、全然予想外でしたよ。でもどうして海に？しかも服のまんまで。いや、服なんか着てなきゃすっぽんぽんでね。私もよくわかんないんだけど。幼女ばかり、いやらしい。確かに裸で遊んでいたな。川に落ちちゃって。この人二十歳超えてんでしょ、確か今。変態クソデブ。何ですか。帝王最低だな。裸を期待してるんですね。せめて水着だよね。ねえ。帝王最低だな。あ、でも、おかげで久しぶりにトドリちゃんに会えたし。そのままで帰省すればええやん。ラッキーといえばラッキーだよね。20歳超えたらもうダメですか？死んじゃったらどうしたんですか？僕だから25まではねセーフですから。ああ、ごめんなさい。そういう意味じゃロロナもねセーフですよ。うん、はい、笹尾久美さんいらっしゃいませ、こんにちは。2年目も終盤だと思うんですが。もう大丈夫そうですね。やっぱり何か安いものでも作ってきます。超えててがっかりしないで。いや別にがっかりはしてないでしょ。ロロナもエッチな目で見てるんだ。何ですか。もうお腹ペコペコで。なお新作はこの声で子持ちである。毎回上から目線なのくっそ笑う。何がですか。ここでお腹いっぱいだろ。怒ってますよ。私だってずっと先生に会いたいって思ってましたけど、まさかこんな風に再会するなんて。本当にごめんね。次から気をつけるから。ロリータ、シャーと呼んでいい？会いたくて震える。気になったからもういいです。まさか釣れるとはね。先生は全然変わってないですね。この先生は仲間になったりするの？本当はもうちょっとしっかりしないとダメなんだけど。トトリちゃんは何か変わったこととかあった？それ言っていいですか？私、これで冒険者になったんです。止まるなぁと。冒険者に？うわー、おめでとう。それじゃ、クーちゃんにも会ったんだよね。クーちゃん？あ、クーデリアさんのことですか？はい、いろいろ教えてもらいました。アイテム使える人取りの上位互換です。でも二人もいらないというのがある。そう、ロロ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 ロなってトト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 リの仲間になるの？なるみたいですね。帝王はおじさんの方が好みそうではある。何です。そろそろ一度帰らないとダメかな。あれ、トトリちゃん冒険者になっちゃったってことは錬金術は？錬金術はもうやめちゃったの？ドッキングしてトロナ、スケベ。あ、いえ、そっちもちゃんとやってます。ロロナは殴りたくなるやつだな。そう、そっか、トトリちゃんのお母さん冒険者だったんだ。ギゼラさん、私も名前くらい聞いたことあるかも。私ずっとお母さんを探しに行きたいって思ってたんですけど、でも体弱いし頭も良くないから自分が冒険者になるなんて無理だって諦めてて、でも先生に錬金術を教えてもらって、これならもしかしたらって。お母さんに会えた時、体も頭も弱いなんて帝王と同じなのにどこで働いてたのか。さあ、ロッキーさんにも錬金術があれば、ね、あれば。トトリちゃん、なんで泣いてるんですか？だってトトリちゃん、あったら何年生するの？金。よし、決めた。金かい。メルカリで使う金しよう。私もトトリちゃんにお手伝いする。
すごい、その錬金は。え、先生が？あ、一緒にお母さん探そう。よし、そうと決まれば準備してくるから、後でアーランドまで来て。それじゃまた。駅のトイレでジャンプ拾えばお金に似た金できますよ。なんでトイレなんですか。もうちょっとゆっくりお話ししたかったのに。そんなとこのジャンプでお金になるの。生理用品を高値でメルカリで男性が売ったり、今北尾金行為が流行ってるよ。そう、まさか。まさか。なかなかいい。それと、どの色？そっか、今あれか。これ燃える土ってどこにあった？参ったね。倒せないし。あんまり依頼ないですね。仕事。今そっけないふりしてそうって言ったけど、枠閉じた瞬間。ん？え？枠閉じた瞬間何がですか？どうしよう。アーランドもう一回行かなきゃってこと？どうしようね。てか体力もあれだし。年上げるたびにどんどんドジコになるロロナちゃん。幼女と結婚するの？ねえ。失礼する。まだ。先日頼んだものはできているか？何のこと？あ、間違えた。すぐ電池切れますね。あ、いらっしゃい、ステルクさん。今ちょうど作ってて、少し待っててください。すぐできますから。出直すの。あれなんか頼まれた？いや、多分イベントじゃない、これは。すみません、急ぎますから。エロが見えたよ。何？そうだ、せっかくだし。なんだ、何か私に言いたいことでも？あ、いえ、言いたいっていうか、聞きたいっていうか、でも聞かない方がいいかもなことで。プレステ4は結構切れないの？スカートめくれ。まあプレステね、4は新品で買ったやつですから。とりあえず言ってみろ。ね、こっち中古で買ったやつだから、やっぱりね、コントローラー、バッテリーのあれがあんまりないんじゃないですか、寿命は。怒りませんか？そんなに怒りっぽく見えるのか？私はバッテリーがもうくたびれてるのか。絶対に怒らない、約束する。結構ね、だからね、じゃあね、ケーブルでつなげばいいじゃんって言っても、結構ケーブルの接触なんかガバガバなのか。アマゾンで非正規品バッテリーにするしかないな。 USB の端子壊れやすいしの。そうですね。それじゃあステルクさんって、まあとりあえず使えないことはないから使ってますが、どうなんですかね、非正規の USB の売ってんですかね、プレイス3のコントローラーも1000円ぐらいとかで。誰がそんなことを。これは電子部品をハンダ付けか。うん、やっぱり怒った。怒ってない、少し驚いただけだ。それより誰からそんなことを聞いた。だから先生の師匠のことが知りたいならステルクさんに聞けって。私に何か恨みでもあるのか。彼女昔からの顔見知りなのは事実だが、仲良くなどはない。決して絶対にだ。
に聞かなきゃよかった。プレステさんの壊れたやつ買わされたな。まったく、なぜあいつのことなんかを聞きたがるんだ。最初はただちょっと気になっただけなんですけど。でもステルクさんとかそんなおどき豆みたいなやついるんだね。知らない方がいいのかなと。そうだな、世の中には知らない方がいいこともある。あ、でもでも錬金術師としてはすごい人だったんですよね。どうかな、あいつは錬金術師なんて生優しいものではない。強いて言うなら魔女だ。魔女？魔女？で、作業の方は終わったのか？コントローラーのバッテリー非純正な1060円で売ってた。え、バッテリーをって何？バッテリーをどうするの？自分で何？交換するっての？コントローラーとか当ててバラして交換するってこと？そんな無理ですよ。あ、いけない！男だけどね。釜の中ぐちゃぐちゃ。何やってんの、うん、やはり最初から出直すべきだ。開けて交換だよ、そんなに難しくないよ。また後日寄らせてもらう。はい、ごめんなさい。俺もチェキを見てると玉の中ぐちゃぐちゃになるんだけど。知りませんよ。違う、基板にコネクタで繋がってるからハンダもいらない。帝王の玉も交換しよう。何するんですか。電子工作苦手。お客さんかな。はーい。なんだ。よ、ちょっといいか。なんじゃ、お前。これ急ぎで必要になっちまったんだけど、持ってたら分けてくれねえかな。あったっけ。どうしようかな。あのコネクタ引っこ抜こうとしたら抜けなくて諦めたわ。こんないいのもらっちゃっていい。帝王、最大トーナメントでバキに弾潰されてたもんね。どういうことですか。精密ドライバーとラジオベンチでどうにかなるよ。そう。ちょいコネクタ硬いからね。まあとりあえずちょっとまた様子見てですね。ぐらいとあとなんだ、ベンチで掴んで引っ張れば取れるよ。車外の優先コントローラー買えばいいんじゃない。ちょっと待ち、車外の優先コントローラー、そういうのもあるんですかね。まあそっちでもいいんですが。はい、494個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。まあ、とりあえず、すぐどうこうってこともないんで、なんとかなんでしょう。いらっしゃい。優先コントローラーはアクラスとかのが1500円くらいで売ってたな。いらい、あんまりいいのないの。どうしよう。ただだいぶ在庫が減ってるから新品は少なくなりつつある。あの小釜での事故って今まで一度も起きてないのかな。どうでしょう。とりあえず僕がやってる時はまだ事故ったりしてない。1500円ですか。ロリがねえ、どうなってんだてよ。知らないですよ。そういうゲームじゃないんでしょう。どこ行きましょう。こっちから行けるねえ、怖いですよね。中に前の人が入ってるよ。何を言ってるの。さーて、いっちょやりますか。はっ。練習相手にもならなかったわね。メルちゃんのお尻で我慢します。そう、一瞬で終わらせてあげるわ。
それ。どうしよう。気をつけなさい。この程度。余裕余裕。メルブイアちゃんの太ももペロペロ。何言ってんですか。はっ。ま、こんなものかしらね。戦闘 BGM の冒頭が FF10 っぽいね。え。さーて、いっちょやりますか。まあそう聞こえなくもないですよ。行くわよ。受けてみなさい。余裕余裕。それ。じゃあ僕家庭王ちゃんの太ももグリグリ。どういうことですか。やめて。おまたグリグリされたい。どういうこと。それじゃあどこに行こうか。どうしよう。ここ強いかね。マンドローラー。ああここにいるの。テイちゃん FF 戦闘曲でどれが一番好き。153キロのおっさんにセクハラ込みする異常な空間ですね。シリアナグリグリの方がいい。何言ってんですか。一番好きな曲一瞬で終わらせてあげるわ。何でしょうね。グラム強い大砲押しでこれで、パンにも色ついてもいいですか。そうはさせないわ。誰がパンチの色ですか。これで吐き分けないだろ。変態。何がですか。それ白に茶色の反転です。知らないし、どうし。気をつけなさい。この程度。金魔星王さんが性的に好きだったんですね。何言ってんですか。はそれ性的な興味心でしてます。そうはさせないわ。シマパンと水玉模様どっちが好き。さははどっちでしょう。シマかね。どっちかって言ったら私に任せなさい。ま、こんなものかしらね。島の方が好きなんだ。さあ、そういう言い方どうなんでしょう。やっぱお尻の曲線が際立つから島の方がいいよね。どういうことですか。これで、インパクト島だとどっち。さあ、行くわよ。受けてみなさい。この程度。それないわ。どうしよう。気をつけなさい。模様って全個体違うってターちゃんに書いてありました。あんまりこうねえてかシマウマ自体リアルで見たことないか分かりませんが、初めて知った。これメンバーこの3人固定なん。いや違いますよ。
他に変えられるキャラ いるみたいですが、とりあえず現状じゃこの3人、まあね、ただとりあえず今日現状じゃこの3人ってことにはなりますが、ロロナちゃん入れましょう。何言ってんの。おじさんとロロナどっち取るの。さあどうでしょう。あれどっから行くんだ。寝ながら無意識で放送するのやめて。知らないです。寝てはいないですよ。ちゃんとね、ゲームやってますよ。焦点してるね。焦点じゃないですよ。から眠そうね。この子が貸した空気から急にえげつない話にならないかな。午前中買い物行っちゃったからちょっと。やってて眠くなりそうなゲームだしな。ねえ、やっぱり午前中久しぶりに買い物行って体力使ったからやっぱりちょっと眠気が。ねえ、しちゃってんですよね。いい惣菜あった。はい、529、そう、惣菜じゃないです。惣菜買いに行ってほしいじゃないですか。そんなスーパーと距離あるん。ねえ、でもまあ僕にとってはね、結構な距離ですよ。153キロの重りつけてスーパー行くわけだから大変そう。そういえばそういう話って、小鳥がおかされててお腹の中に新たな命が宿っちゃってる話。知らないです。どんな話ですか。あら、これってチャンスじゃない。この方がしたら急に出てない話にならんでしょ、さすがに。どうでしょう。いきなりドロドロしてほしいよね。いやダメでしょ。こういうゲームでそんなことしたら多分ね、客が離れちゃうんじゃないの。村に戻るたびに席がよそよそしくなっていってお腹が大きくなって最後にはいなくなるお話だよ。ペルソナも席殴って戦闘に入ってたけど、そのパターンはやってたの。さあどうなんでしょうね。それじゃあどこに行こうか。シンボルエンか殴るのっていつ頃から台頭してきたんだっけ。さあ、うつもスプレだし、わこ、お腹空きました、うん、はい。てつさんいらっしゃいませ、こんにちは。ちょっと今日はもうそろそろ時間ですかね。多分これ、ね、多分ローラで入れたんでしょう。プロファイルもシンボル演歌だったね。そうですね、言われてみれば。あれも、そうですよね。攻撃っていうか、あれで。先行っていうか、なんかね、その設定も。テイルズもずっとそうだよ。あれも殴って演歌だったね。ロマサが残りの8分の7をプレイしろ。幅寄せ&ハイビーム点滅&プツプツプツプーワコツ。今度はエアガン乱射好き。仮面ライダークラフ。やりますか。週末また夜いいでしょう。ロマサガは殴らないけどシンボル演歌か。やっぱりアーランドって遠くて、それでさあ私のアトリエ行こう。バッチリ準備しておいたから。何の準備。なこと期待してる。準備と変えて用程用なことしか思いつかない。人体実験の準備。何言ってんですか。
扱いなさいって言われて。クーちゃんってば勝手に。すごい汚かったでしょ。見えそうで見えないと鳥の後ろ姿。難しいな。そんな思ってたよりは汚くなかったですよ。思ってたより。それってもっと汚いって思ってたってこと？違うんです、そういう意味じゃなくて。出ていくときにはトトリはキメラになって出ていくよ。トトリってこれもうわざとだろ。すばすばゆう子ですね。到着。どう？ちゃんと綺麗になってるでしょ。ロロナの自宅とか汚い部屋。そうだよね。初盆郷の晩飯は唐揚げです。いいですね。犬を言わさず帝王はカレー食え。カレーはダメです。ブリトさんいらっしゃいませ。天然のふりしていい放題する人いるよね。あなたのような感のいい子供は嫌だな。嘘汚い部屋探訪美味しそう。この釜とかすごいピカピカでまるで新品。新品？仮面ライダークラブやったことある？昔やったことありますが、あれはね、クリアできなかったですよ。私用の何があれ、あれね、セーブでね、セーブとかパスワードないですからね。二人でお前を見てやる。困りそうだし、自分用があった方が使いやすいでしょ。わざわざ買ってくれたっていうの。難しいらしいもんね、あれ。はい、ありがとうございます。どうでしたっけ？コンティニューとかもないんでしたっけ？気にしない気にしない、私とトトリちゃんは家族みたいなものなんだから。これからは一緒に生活して、一緒に冒険して、難しいっていうか面倒くさいかもしれん。次は決まった ね。ないんじゃないですか。一緒に生活っやったね。トトリちゃん家族が増えるよ。そうですよね。どうしたの？なんか慌てて私と生活するの嫌。嫌じゃないです、むしろ嬉しいですけど、その全然考えてなかったからびっくりしたっていうか緊張してきたっていうか。そっか大丈夫。あれで特に機能使わないと電源入れたままにしないといけないからな。リンでも増えるよ。はい、俺もせいちゃんと一緒に住むの嫌じゃないよ。そうですけどよろしくお願いします。住みたくないか。ロンノが雇えるようになりました。どうしよう。これでまたリルルいって。ランクってどこまで上げないんですかね、今読んだとして。帝王宅は別宅とかあるんでしょ。いやー、そんなんないっすが。草作るって欲しい草なんか作れたっけ。またこれまたイベントある。どうしたの？ボケっとして。何か悩み事？いえ別に。そうだ、クーデリアさんなら。でもクーデリアさんは何、人の顔見てブツブツと。言いたいことがあるならはっきり言いなさい。はい、そのクーデリアさんってミミちゃんのこと嫌いですよね。別に嫌いじゃないわよ。そうなんですか。でも初めて会った時大喧嘩してたし。なんだよ帝王。さあそう、はい、ウッケンさんいらっしゃいませ。こんばんは。あれは家柄を鼻にかけてバカなこと言ってたからよ。帝王はクーデリアみたいな嫁欲しいですか？家柄に似合うよう努力はしてるでしょ。そこはちゃんと評価してるわよ。僕はね、ちっちゃいってか、なるほど。クーデリだからクーデリア。私、家柄とかそういうのがよくわからないんですけど。そうね。後に首相になるよ。分かっても帝ちゃんが首相はないんだけど。なるほど。例えば私、フルネームは
クーデリア・フォン・フォイエルバッハって言うんだけど。あ、貴族っぽい名前ですね。ぽいじゃなくて、実際貴族なのよ。つっても、私が生まれる前にお父様が名前だけ買ったんだけどね。へー、貴族ってお金で買えるものなんですね。クーデリア内閣と隠しちゃうのか。まあね、この国の貴族の価値なんてその程度ってことよ。歴史も何も大してあるわけじゃないし、物好きの見栄っ張り以外は誰もありがたがらないわ。中にはあの子みたいに大事にも盛り続けてる家もあるみたいだけど、継ぐとそれまでの名前継ぐからすごい長くなるんだよね。ちょっと頭がこんがらがってきた。大して意味がないなら、なんでミミちゃんはあんなに頑張ってるんですか？そこまではわからないわよ。クデリアの身長より139センチだったかな。詐欺ですか。体重だったら帝王より軽い。帝王ちゃんの祖先は誰？さあ。この間怒らせちゃったばっかりだからな。多分もう怒ってないんじゃない？あんたが何言ったかは知らないけど。ママを。ああいう性格の子って恥ずかしくなると、とりあえず怒ったふりするのよ。で、三菱東京富士とかね、東京は消えた。今頃ベッドでゴロゴロしながら拷問としてるんじゃない？あるわけないでしょ。すごいクーデリアさん、まるで見てきたみたいに。まあね、私の知り合いにも似たようなのがいるから。しんどかった。ケイちゃんも恥ずかしがり屋だから怒ったふりするんだね。いろいろありがとうございました。今度ミミちゃんに直接聞いてみます。すごいですね。どういたしまして。なんか進歩があったら教えてね。ケイちゃんの家庭には双葉山や雷電がいるんだよね。何言いますか。調子に乗って大大小作のことまで喋ったかしら。ねえ、多分うちも先祖は農家で聞いたことあるし、そんなこと見てたのよ。ことないし。まあ時間だ。意外と親族の誰かが取ってたりするよ。まあ親族の誰かすりゃいいと思うんですが。わあ、ちょっと終わんね。また来た。邪魔するわよ。本当イベント多いっすんだよな。飯食いながら配信してもいいのよ。いや、いいですけど。でもこんなの本当に積んでやりにね、また最初からやり直しとかになったらちょっときついっすよね。またイベント見なきゃいけないんでしょ、これ。材料買いに行ってます。すぐに戻ってきますよ。うん、そう。飯配信ですか。ねえ、どんな感じ？しません。二人でアトリエやってるのは。まだ恥ずかしいっていうか、間に合わないから延長しておいた方がいいですかね。でも今日何でしょう、わかんない。夕飯決まってないですね。うらやましい。ごほっごほ、こんにちは。大丈夫です。俺の代わりに唐揚げあげて。596個目さえね、しません。唐揚げ自分でやってください。なんでもないわ。まあ、よかったんじゃない？楽しそうで。はい、クーデリアさんのおかげです。クルーズ船にいたんですか。トトリは慣れてない人って大体バデンド最初は言ってる印象しかないんだが、どうするんですか。もうバッドエンド真っ白だ。もう一回最初からやり直し。ただいまー。わー、クーちゃん来てたんだ。これもっと慎重に進めないとあれなんですかね。バカ、人前でクーちゃんはやめてって言ってるでしょ。人前って大丈夫だよ、トトリちゃんしかいないし。人前には変わんないでしょ。それにずっとクーちゃんって呼んできたのに急にやめるの難しいよ。これバッドエンドなんてあるんだ。なるみたいですね。多分なんか3年以内になんか一定のランク上がってないとクリアできないとか日数があるからね。ダメ、絶対ダメ。それさえ気にしていればあとは冒険者ランクと競合。トトリちゃんいじめたら
別にいじめてなんかいないわよ。じゃあクーさんって呼んでも。だからダメって言ってんでしょ。バッドエンドって白峰組に殺されたりするの。なんで白峰組が出てくるんですか。バッドエンドでもエンドだからそこで捕獲に目指すか決めてみたら。そうどうでしょう。でもこれでバッドじゃさすがにリスナーさん納得しないでしょう。そういう風に呼んでいいのはあんただけというか。やり直してね、次バッド回避できるかっていう保証がないってのもね。私だけ特別。恥ずかしいこと言わせんじゃないわよ。なし、今のなしだからね。じゃあ何がですか。納得のプレイでしょ。はい、どうも、リコンの煽り運転者さんいらっしゃいませ。こんにちは。もうちょっと終わっちゃいますから、ね、後ろの選択肢を変えたらバッドエンド回避。それは街のことでしょ。全然可愛くないから。ちょっともうイベントいいから。錬金ポポポっていっぱいできるかなって思ったんですが。なんでロロナ2人いるの。違いますよ。はい、体験版配信来たー。 FF7 リメイク体験版配信来たー。体験版来たんですか。マリエリーだとポポポできる。とりあえず時間なんで飛ばせんのか。いや多分スキップとかさすがにあるんじゃない。まあね、今初見だから見てます。ちょっと時間なんでもうセーブして終わります。この休むじゃない。どうしよう。じゃあ一応セーブは来た方がいいですかね。うん、新しいの撮っておいた方がいいかな。はい、お疲れ様でした。うん、じゃあこれで、はい、セーブ終わったんで、はい、時間なんで終了します。ということで、はい、2時間半ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。